をご覧に入れましょう。まずはこちらのマジックから、こちらに色画用紙をこのような形に切り裂いたものが3枚あります。緑、赤、黄色、赤ですね。そして4枚のファイルボード、数えてみましょう。1、2、3、4、こちらの4枚目のボードにまずは赤の画用紙を挟みます。あとは中ほどに埋めてあげます。おまじないをかけましょう。すると1、2、3、4、なんと先ほどの画用紙が本物のシルクに変わりました。続けて黄色の画用紙、こちらも入れます。同様にして数えてあります。1、2、3、4、そうしますと、はい、黄色のシルクに変わりました。最後はこちらの緑の画用紙、こちらも中ほどに入れます。1、2、3、4、はい、このように3枚のシルクに変わりました。それでは次のマジックです。こちらに3枚の紙があります。そして4枚のファイルボード、1、2、3、4、こちらに紙を挟みます。実はあらかじめこのように字が書いてあります。これは漢字の線という字です。入れます。おまじないをかけましょう。すると1、2、3、4、なんと本物の線に変わりました。次はもう少し大きく5000という字が書いてあります。これを入れます。もう一度1、2、3、4、はい、5000に変わりました。最後は一番大きいですね、10000、こちらの用紙を挟みます。1、2、3、はい、4という具合にこちらも本物のお札に変わりました。お札への変化というマジックでした。それでは次のマジックです。こちらに6枚のファイルボードがあります。1、2、3、4、5、6、こちらに1万円札はい、挟み入れます。あとはこちらの5枚のパネル、ファイルボードに軽く叩いてあげます。そうすると、はい、この通り、1万円が現れました。それでは次のマジックです。こちらに6枚のファイルボードがあります、適当に混ぜまして、この中から1枚だけ選んでいただきます。今から上から1枚ずつ下へ回していきますので、お好きな時にいつでも結構ですからストップとおっしゃってください。では、自由な時いつでも結構です。ストップ。今ここでストップかかりましたが、
こちらにしましょうか、それとも今下に真下にしましょうか。そのままでいいです。じゃあ上のところですね、はい、じゃあこれが今自由に選ばれました。置いておきましょう。実はこれらは表の方に全て挟めるようになっていまして、何が挟まっているかというと千円札です。同じ千円が挟まっています。残りもやはり千円が入っています。こちらも千円です。そして自由に好きなところでストップをかけてもらった選ばれたこちらのパネル、ファイルボードですね。これには何が入っているか、きっとこちらと違うものが挟まっています。はい、というふうに不思議にも1枚だけ違うパネルを選んでいただきました。どうもありがとうございました。